お久しぶりです、トーマスです。今日はね、高級腕時計が欲しいと、もう俺の願望を書いているだけではあるんやけど、ただ高級腕時計、ここに書いてある通り、非常に賛否両論ある話題かと思います。俺は肯定的です。だからね、今回はね、俺が高級腕時計購入にあたって迷った葛藤っていうのを解説をするから、高級腕時計に対して肯定的な人も否定的な人ももう一度考えるきっかけにしてもらえればと思います。で、まず高級腕時計とは何ぞやっていう話からにはなるんやけど、明確な基準っていうのはないです。ただ、ざっくりと雰囲気で言われているのは、60万円以上の時計に関しては高級腕時計って言ってしまって、いいんじゃないのって言われています。で、具体的にはロレックス、これに関してはもう名前を知らない人はほぼいないでしょう。で、その他にはウブロ、オーデマ、ピゲ、パテック、フィリップ、バシロン、コンスタンタンなど60万円を超えていれば何でも OK です。まあウブロに関しては50万円ぐらいの時計もあるから、それは高級腕時計なのかどうかっていう話であるんやけどね。で、最近ね、若者の高級腕時計離れっていうのが深刻になっているらしいです。というのも、まあ若者はお金今全然ないんやから、そらそうやろって話であるんやけど、それ以上にスマホの台頭っていうのがでかいんですね。だってさ、ポケットの中にスマホが入っていますと、そのスマホでは1秒も狂わない時間っていうのが刻まれ続けてるわけよ。それなのにわざわざ腕時計をつけると、しかも高級腕時計を買う理由っていうのはもうないでしょ。そもそも腕時計すらいらないっていう若者が増えてきてるわけやからさ。そしてもう一つがね、Apple Watch などなどのスマートデバイスの普及っていうのもあります。ださ、よく聞く話でさ、職場の上司にさ、おお、なんその腕時計安っぽいな、もうちょっとええのつけてきたらどうやみたいなことを言われるっていう悩みがあるじゃない。でもね、 Apple Watch をつけることによって、私はあなたと違うんです、時間が見たいんじゃない、健康を管理したいんだっていう風に言い張ることができるから、そのブランド競争から離脱することができるのよね。で、むしろね、最近の億万長者に関しては高級腕時計よりもアップルウォッチをつけてることが多いから、高級腕時計全人類が離れつつあるんじゃないのか、高級腕時計は無用の長物なんじゃないのかっていう風に言われつつあります。ただ、一番最初にも言ったんやけど、俺はそんな高級腕時計に関しては肯定的、むしろ憧れています。いつかはつけたいなと俺も思っているんやけど、そのいつかつけたいなって思うかどうかの分かれ目っていうのはたった1点やね。周りに高級腕時計をつけているかっこいい人がいるかどうか、そしてその人みたいになりたいなと思うかどうかっていう話で、ね、これはね、奈良県をバカにしたいわけじゃないんやけど、奈良県で高級腕時計を見ることはほぼないんやけど、東京に来ると電車の中で普通のサラリーマンがしれっと100万単位の腕時計をつけてるっていう光景はしょっちゅう見ます。奈良県の100倍は見るね。大阪の人なんかはさ、いかに自分が安く物を買えたかっていうのを誇るのに対して、東京の人に関してはブランド物にちゃんとお金を払うのよね。だからブランドビジネスは東京じゃないと成立しないって言われてるのはそういうことではあるんやけど、俺が営業時代に職場でしれっと高級腕時計をつけていた周りの同僚を見ることによって、俺もいつか高級腕時計が似合う人になりたいなと漠然と思ったっていうのが憧れるきっかけやね。ただ残念ながら、その頃の俺は金がなかったから漠然と憧れるだけにとどまっていましたと。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。で、ちょっと話それるんやけど、東京にはね、変わった人がいっぱいいてね、偶然資産何億もある富裕層の人と話をする機会がありましたと。で、その人が言うには、お金がないうち、少なくとも貯金1000万以下の間は株とか債券に投資をするんじゃなくて、物に投資をしたらいいと思うよっていう考え方をしていて、で、それが具体的にはスニーカーとか腕時計とかそういうものって言ってたんやけど、これどういうことって思うでしょ。あのね、俺もね、これ知った時びっくりしたんやけど、高級腕時計に関しては投資として成立してしまいます。というのも、高級腕時計は全体的に値上がり傾向で、これ極端な例ではあるんやけど、パテックフィリップのノーチラスっていう腕時計、これに関しては定価300万円なのに対して中古価格700万円っていうわけわからん状態になっています。つまりね、もう新品で買うことができないのよ。新品で買おうにもまず予約ができないと。だって転売するような人に売ってしまうと高級腕時計の価値が下がってしまうから。だから予約をしたいんであれば、あなたがちゃんとした人であることを証明してくださいね。そのためには、うちでまず他の腕時計1本は買わないとダメですよみたいな世界やし、さらに予約をできたとしても1年2年3年4年5年待ちみたいなのは当たり前やし、待っても待っても手に入らないことすらあるっていう、そういう残酷な業界が高級腕時計業界なのよ。だからこれ、もし新品で買えたら、その瞬間にお金を400万円もらえたのと同じぐらいの価値があるっていうことで、さらにね、これは別の例にはなるんやけど、高級腕時計に関しては損するとしても少額で済みます。というのも、ウブロのクラシックフュージョン、まあこれ比較的新しめのブランドではあるんやけど、新品価格50万円です。これを1年つけて売却する時の価格っていうのが36万円です。14万円の損失にしかならないです。これを大きいと見るか小さいと見るかっていう話なのよ。だってさ、ウブロのクラシックフュージョン、これ1年つけることによって1年間他の人に自慢し続けることができるのよ。それが14万円でできるんであれば、日割りにすると大した金額にならないでしょ。そこに価値を感じられるんであれば、高級腕時計っていうのは決して高い買い物ではないですよ。むしろ物によってはラッキーが起これば価値が上がって、売った時にお金増えちゃいますよっていう話だから、1000万円貯まるまでは貯金するよりも、その現金
金を高級腕時計にしてしまった方がいいんじゃないって、高級腕時計をつけることによって自分をよく見せることができますよっていう話でね、この高級腕時計で自分をよく見せることができるっていう話に関してはもう賛否両論あると思うのよ。これに関してはブランド志向かどうかっていうところやし、まあ、これを否定してしまうともう全てのブランドを否定してしまうっていうところにはなるんやけど、例えばさ、俺はさ、エルメスのカバンに何の価値も感じてないからさ、そんなん買ってどうすんのって思うんやけど、エルメスのカバン大好きな人も世の中にはいるわけよ。で、その人からしてみれば、エルメスのカバン持ってる人は、どうしてこの人エルメスのカバン持ってるの、どんな生活なの、私もあの人みたいになりたいって言って憧れてもらえるのよね。つまりエルメスのブランド力の意を借りることができます。で、そういうブランドものを好きな人から一目置かれるということは、簡単に自分の見られ方を変えることができます。自分は何も変わっていないにもかかわらず、ここをどう見るかかなり賛否両論分かれるところではあると思うんやけど、ブランド志向の人で、しかもそのブランドものの価値を知っている人であれば、そのブランドを持っている人に関して、お、なかなかいいの持ってるねっていう会話のきっかけにはなるわけよ。そしてそれと全く同じことが高級腕時計とかフェラーリとかランボルギーニとかそういうものでも起こり得ます。つまり高級腕時計を身につけることによってお金は減らないと、まあ、ちょっとは減るんやけど、現金が必要になれば現金化することもできると。で、もしかすると増える可能性だってあるし、あとその高級腕時計をつけることによって自分をよく見せることができると。そしてそれをきっかけに仕事を広げることができれば、高級腕時計をつけた分の費用はすぐに回収できると。もうこの辺は考え方次第やね。だから貯金するぐらいなら高級腕時計を買うっていうのは、まあ一つありではあるかな。ただそんな高級腕時計にもデメリットはあります。それがまず一つ、こちら時間が狂っちゃいますと。60万円100万円もするのに時間は不正確で。そしてもう一つがこちらですね、オーバーホールが必要と。まあ維持費なのよね。5年10年ぐらいで定期的なメンテナンスが必要で、そこにかかってくる費用も10万円を超えるぐらいになってくるから、所有しているだけでそこそこなお金がかかってしまいますと。そして最後に紛失、盗難、強盗が非常に怖いですと。こんなもん誰のものだっていう証明をすることはできないから、これ持っていかれたら終わり、むしろ外国で俺の腕切られてそのまま持っていかれたら終わりっていう話。そんなメリットデメリットを漠然と考えてはいたんやけど、まあその頃の俺はどうせお金ないし、お金できてから考えればいいやって思っていました。そして時は2020年になりました。今幸いながら俺はお金があります。いつかは買ってみたいなと思っていた高級腕時計、いつかというなら今やれと、いつかいつかと言ったまま死んでいった人がたくさんいるんやから、とりあえず買ってみることにしようかなと。そしてね、そこでもう一回メリットデメリットっていうのを改めて考えることにしてみたのよ。お手お手、聞こえてんのは分かってんねんぞ。で、高級腕時計のメリット再びっていうところではあるんやけど、まあまあ高級腕時計をつけることによってまずふさわしくなろうとするんじゃないのかなと。つまりさ、左腕に100万円の高級腕時計をつけているのに髪の毛ボッサボサ、お腹ぷよぷよじゃ裸の王様もいいところでしょ。そうならないために高級腕時計をつけるんであれば、体を鍛えたりおしゃれに気を使ったりするように努力をするんじゃないのかなと思いました。そして次にですね、資金力の証明になると。例えば今後商談する機会があったとして、俺が高級腕時計を身につけていればある程度お金があるちゃんとした人だっていうのの証明になるのよね。だから相手に安心感を与えられるっていうのはよく言われるメリットの一つです。そして最後、決意表明として、まあこれに関しては仕事を今後も頑張るモチベーションとしてっていうところやね。で、それに対してもう一度デメリットを考えてみたのがこちらになります。金を持ってると思われると。まあこれに関してはメリットのところで資金力の証になるとは書いたんやけど、その高級腕時計を見て近寄ってきてくれた人は時計か俺かどっちに興味があるんだろうっていう話ね。だからこれに関しては男女問わずなのよ。この人お金持ってそう、お金使ってくれそうと思って近寄ってきてくれる人を俺は扱い切ることができないだろうなと思って。そしてもう一個、やっぱ不安の種が増えると、紛失、盗難、強盗、あと傷ね。もう常に高級腕時計のことを考えないといけないと。外出するときに高級腕時計をつけていくんであれば、どっかにぶつけないように細心の注意を払わないといけないし、家に置いていくんであれば戸締まりもしっかりして、帰ってくるまで高級腕時計盗まれてないかなって不安に思い続けないといけない。もちろん出先で紛失したり盗まれたり強盗に遭うっていうのも怖くなってくるから、まあ悩みの種っていうのは増えまくるやろうなと思って。そして最後、行動が制限されると。まあ高級腕時計なんかさ、金持ってるアピール以外の何もんでもないやんか。そんな人が治安の悪いところに行って襲われたとしても自業自得よね。だって自分で金持ってますよって言ってるんやから。だから俺はね、もしも高級腕時計を買ってしまったら海外旅行には行けないだろうなと。少なくとも俺が好きなタイにはもう行けないだろうなって思って。あともう一個、日本国内だとしても旅行にちょっと行きづらくなるなと。まあこれに関して日本は治安がいいからまだいいんやけど、紛失と傷のリスクっていうのはもう常にあるわけよ。だからもう旅行は避
けないといけないと。でも家に置いとくとまた強盗とか盗難のリスクっていうのも出てくるわけだから、もう高級腕時計買っても俺の不安むっちゃ増えるやん、どうしようって、身軽さがなくなるな。でも買うと決めたにもかかわらずずっと悩んでんのよ。買いたいな、でも買っても悩み増えるしな、金目当てに寄ってこられるのも嫌やしな、傷ついたらどうしようかな、なくしたらどうしようかなみたいな、一生考えてんねん。一生考えてる時に思ったのは、この悩む時間ってマジで無駄やな、それやったらもうとっとと買って判断するべきやなって、もうまた最初に戻ってんねんな。アホやねこれ、ここやね。いつか買ってみたいと思ってたからとりあえず買ってみようって決意したにもかかわらず、メリットを考えてデメリットを考えて、そしてまた迷い続けるってわけわからんよね。だからね、もう買おうって思って、いらんかったら即売ろうって思って、買わな、この悩みはなくならん、俺は一歩前進することはできないって思って、この悩んでる時間がマジで無駄、どうせ売ったらちょっとの損失で済むんやからもう黙って買えと。で、考えるよりも行動のモットーに従って郵便局で現金300万を引き下ろしましたと。で、単身で長野ブロードウェイっていう、まあ中古の高級腕時計扱ってる店が腐るほどある場所があって、でそこに行きましたと。で、何店舗か見るわけよ。で、ロイヤルオークって超人気モデルやから、まあどの店にも置いてあるんやけど、それが高いのよ、まだ350万、400万、420万とかそんなんばっかりで、どうしようかなと。目の前にあるし、これが憧れていた俺の時計ではあるんやけど、この現金300万をこの時計に変えてしまって、果たして俺は満足できるんだろうか。でも買ってみないとわからないし、買って後悔すれば売ればいいんやから、もう買おうって思って迷ったこと1時間ね、ずーっと歩き回ってたね。1時間、店員にもあいつ何回も来るなって思われたと思うんやけど、結局そこで迷いに迷った結果、多分いらないだろうなと思っていた俺の心境が絶対いらないに変化したことによって、高級腕時計を買うのを断念をしたというか、まあ、逆に買わない決意を固めたっていう感じやね。だってさ、見れば見るほど納得できないのよ。こんなちっぽけなものに300万円の価値は絶対ないやろ。だってこれ買ったところで時間しかわからんねんで、意味わからんことない。俺は今から意味わからんことをしようとしてるぞっていう自問自答よね。さらにね、自分で考えたメリットデメリットを思い出して、確かにその高級腕時計はつけたかったけど、俺別に自己顕示欲そんなないねんな。その高級腕時計をアピールしたいかって言われると別にそうでもないし、高級腕時計を見て近寄ってきてくれた人と仲良くなれる自信もなかったと。これ俺ん中でもう結論出てるやん、いらんやん。ということで、まあ見れば見るほど必要ないなという感想になって、1時間歩き回ってから何も買わずに帰路に着きました。で、その後に投稿した俺のツイッターがこれにはなるんやけど、高級腕時計を買いたい理由、憧れ、見合う自分になれる努力をしそう、買いたくない理由、金持ってると思われるメリットがない、キラキラ女子と関わりたくない、紛失盗難強盗が怖い、海外に生きづらい、どう考えても悩みの種が増えるだけだから一旦スルーする、 G スチールが公私ともに最強すぎるというつぶやきをすることによって、俺は高級腕時計と決別する決意を固めました。で、その後ではあるんやけど、まあ高級腕時計を買ったつもりになって、その300万円に関しては全額株式投資に回しました。で、まあ悩みに悩んだことによって、高級腕時計の呪縛からは解放された。結果的に買わなかったし、買って後悔したっていう話もできないのは弱いんやけど、現金を用意して高級腕時計を目の前にしたけど買わなかったことによって、むちゃむちゃ迷いましたよ、でも必要ないという結論に至りましたっていう話はできるし、あと、まあ自分の中で前進はできたのかなと思う。ということでね、高級腕時計に関してはもう賛否両論です。これに関しては俺は否定するつもりはないです。どっちかというと肯定的ではあるけど、俺にはふさわしくないのかな、俺にはメリットが見えないのかなっていう結論になったけど、つけてる人を否定する気は全くありません。高級腕時計をただの時計として捉えるか、ステータスとして捉えるか、そしてその人の環境、そしてその人が高級腕時計に何を求めるかによって、高級腕時計に対する見方っていうのは大きく変わってきます。果たしてあなたはどう思うでしょうかという漠然とした問いでの終わりにはなるんやけど、考えるきっかけにしていただければ幸いです。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえれば、グッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あと、ガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あと、ツイッターもやってます。日々くだらないことを発信しています。そちらもフォローしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。